こんにちは。舞姫大学特別講義でございます。今回はですね、月収100万の作り方についてお話していこうかと思います。まあ、月収100万の公式っていうのは、まあ、100万円の商品を月に1人に売っていくっていうことも一つありますし、10万円の商品をね、10人に売っていくってこともあります。当然ですけども、単価が下がれば下がるほど、集客の労力っていうのはかかってくるわけですよね。やっぱりね、1万円の商品を100人に売るのって、 100人の人を集めるだけでも大変なのに、プラスアルファで100人に対してね、販売を完了していくってことになるんですよ。仮に100、あの、1万円の商品でもね。まあ、そうなると、私たちは、まず最初に思うのが、いくらの商品だったら売れるだろうかってことなんですよ。いくらですかやっぱ500円の商品だったらなんか売れそうじゃないですか。1000円だったらどうですかね。うん、そして1万円の商品はどのくらい売れそうですかね。100万円の商品売るのはちょっと難しいんじゃないですか。という形で、 えー、商品力集客力販売力という速化力でお伝えしている3つの力が売り上げになるよという公式のうち販売力がどのぐらいあるかってことこに関わってきます当然ですけども販売力だけでは成り立ちませんのでいくらの商品を作っていけるかってことになりますよね1万円の商品これは1万円以上の価値を感じさせなければ買っていただくことはできません1万円の商品が5000円の価値だったらねやっぱ1万円はなかなか払わないと思うんですよ やっぱ私たちが商品を買うときに1万円以上の価値を感じるから1万円と交換しても得したねっていうふうに思えるわけなんですよねさあそこでですね商品いくらの商品をあなた持ってますか作れますかってことが問われてくるわけなんですよね今日はですね月収100万いきなり難しいと思いますんでこの1万円の商品なり3万円の商品の作り方をお話していきましょうじゃあ1万円の商品ってのは 単純にどんなものがあるか、それは1万円以上の価値を感じさせればいいわけでしょ。じゃあ私のね、速貨塾が一番最初に売った商品を紹介しましょう。それはですね、2万円以上の売り上げを上げさせるので、私の講義を2万円で買ってくださいって話なんですよね。実際に私の当時お話していた1万9800円のセミナーっていうのは5万円から10万円の幅の売り上げを 上げることができる方法なんですよ。しかもそれは継続的にです。ですんで、頑張ろうと思えば月に20万、30万でも狙えますし、もしかしたらね、毎月毎月3万、5万と稼ぎ続けることができるかもしれません。そのそれぞれの方法についてもお伝えすることをしておりました。ということはね、これが2万円なら安いと感じさせる。単純に言うと、10万円儲かる方法を2万円であなたは買いますかってことなんですよ。 ね、これ差額8万円の利益出るでしょ ?2 万円で仕入れて、販売したら10万円になる。これ売れるんですよ。じゃあこういったものを何か思いつきますかっていうのがあなたの商品を作る力になってくるわけですよ。商品作る力どうですか思いつきますか思いつかない方には私がね、少しヒントを出しましょう。ポイントサイトのモッピーっていうのがあります。動画概要欄にちょっとね、貼っときますけども、このモッピーというポイントサイトって、 そのポイントサイト内にある、ある行動をすると、5000ポイントとか1万ポイントとか2万ポイントって与えられるんですよ。このポイントがね。そのポイントは、ペイペイに変えたりとか、現金に変えたりすることができます。つまり、このポイントサイト、モッピーってところにたくさんある作業の中で、コツコツと1日1個とか2個やれば、毎日5000なり1万円なり2万円っていうのを、ポイントとして積み上げて、それをいつでも現金することができるんですよ。 どうですかこれやり方を知りたくありませんか下に動画概要欄貼っときますので私からこの動画をご覧になってこのモッピーというサイトを取り組んでいただければ当然何の費用もかかりません売り上げの分だけ儲かるだけですでも細かいやり方を教えてくれとどういうふうにやったらいいんだかコーチをしてくれ売り上げを10万立てたいんだけども10万円立てるまでちょっと面倒見てくれませんかってことになったらこれは私も仕事としてね例えば 一万九千八百円で、じゃあ、売り上げ十万立てるまでお付き合いしましょうということになります。例えば、ズームのオンライン、えー、セミナーとかでね、やりましょうかってことになると、あなたは十万円稼げるまで、二万円を払うだけで、ずっとね、この案件を追い続けることができるんですよ。で、結果、八万円の利益が残るんで、あなたの事業はそこで成功ってことになります。ね。で、私は、 この10万円儲かる方法を2万円で教えるというミッションを、商品を納品することになりますよね。じゃあこれをですね、1ヶ月50人を相手にしてやったらどうなりますか ?2 万円を50人からもらうわけですよ。これ100万になるでしょじゃあ50人、どういうふうにやるんですかじゃあセミナーで10人集めました。これを5回やります。合計50人ですってことになります。いやでも10人を、 1> 1ヶ月ののううちに5回集めるるるっっててどうやるんでですかってことになるでしょ。そこに必要なのが集客力なんですよ集客力は最初みんなありません最初に集客しようとすると自分の知ってる人身内家族友人っていうのに連絡してちょっと今度さ有料のセミナーやるんで来てくれないかってお願いすることになりますここが集客力のスタートラインなんですよ見ずず知らずの人を誘うよりも、 すでに信頼関係が培われている人を誘う方が簡単ですからここに抵抗がある限り商売は前に進まないんですよここまでを整理しますね集客力どの程度ありますかってことなければ集客力を身につけるために学んでいけばいいだけです二つ目商品力ありますかといくらの商品だったら作れますか商品の種類っていうのはどのぐらい作れそうですか 商品の中身はどんなアイディアがあるでしょうか、ね、商品力。そして販売力です。1ヶ月に何人の方に売り込むことができますかとかね。それから販売のセールスノウハウをどのぐらい持ってますかキャッチコピー、サムネイル作成、トークスキル、様々な売り込み方法があります。あなたはどのぐらい学んできましたかいや、これもね、いや、全然自信がないですよとかね。学んだことありませんって言うんだったら落ち込まないでください。 学学んんででなければ、ばべ身につくんですよ。前回のどっかの動画でもお話ししましたけどもできないことを放置しておいたらできるようになったってことは多分多くの人ないと思うんですよできないことをできるに変えるそれがまあ努力であったりね勉強であったりとかね修行であったりというものですそれをしない限りはできない自分ができることにはならないと思いますじゃあいつできるようになるのかそれはできるとこまでやればいいんですよ でででききななないいいいこことをほっととをっっててつの間にかできるうってことはないでしょだからできなければできるまで誰かにコーチをお願いしてでもやることなんですよ。まあそういうふうにしてね、えー、今回は月収100万を作る方法ちょっとゆっくりとお話し,しましたけども受け止めることができたでしょうかね月収100万がもしダメなら作れないならこの世の中に月収100万を作ってる人はいなくなるんですよ。じゃあ月収100万を突破してていいるる人がいるってことは その月収100万突破してる人にどうやったらいいんですかっていうふうに聞けばもしかしたら今回みたいにただで教えてくるかもしれませんねでも無限にただで教えてくれるとは限りませんのでまあコンサルっていうふうに私を月収100万になるまで育ててくれませんかっていうふうにお願いすることができますまあもちろん月収100万なんていうねほとんどの方が見たことがない体験したことのない世界に行くわけですからこれをね無料とかね じゃあ2万3万で教えてくださいってことにはならないと思います。それなりの責任を持って指導してくれる人、そういった人を選ぶとすると、やっぱり責任あるね、金額でお願いしてるってことになります。なんせ月収100万を教えることができる人なんですから、それなりの価値と待遇を持って、まあ、接しなければね、へそを負けて、もうあんたはいいよっていうふうになっちゃいますからね。うん、やっぱりこう、物を教わるときってのはそれなりの態度と覚悟と、 まあ、ギャラっていうのが必要になってくるのかなと思いますね。はい。まあ、それを受けようのが即化塾ではあると思いますけども、今後も月収5万10万から月収100万を目指す人まで幅広く対応していきたいと思います。今回の舞姫大学の特別講義はこんな感じでございます。月収100万の作り方です。ナミさんもよろしかったらね、また月収100万講義よろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。